aim high, yeah. Don't cry, fly high, my dreams come tight, I keep going high, yeah. Hey guys, what's up? This is Show! 皆さん元気ですか？今日はね、Show のゴールドベンツを紹介してみようと思います。なんかまあ、ゴールドベンツにした後は言っててもゆっくりね、なんか車を見せたことがないんで、今日は紹介しようかなと思います。で、紹介しようかなと思ったら速攻雨が降ってくるっていうね。紹介するために今洗車して、で、洗車からこうね、出てきたらスタンドの雨が速攻降ってくるっていう、なんともね、俺らしい結果なんですけど、まあ雨にね、打たれながらね、ゴールドベンツを皆様に紹介したいと思うでござる。よし、それでは紹介しよう。ベンちゃん、ベンちゃん、よかったね。今日は君の紹介だよ。ゴールドベンちゃんの。嫌だ、僕は紹介されたくない。いや、そう言うなよ。よかったじゃん。嫌だ、僕は嫌だ。いや、そう言うな。ちょっとだけ10分ぐらい我慢して。嫌だ。まずね、内装なんですけど、すごくいいですよ。まあこの、まあベンツのこの、なんつうの、この革、この革の匂いとかもすごいいいですよね。本当にいいですよ。で、シートも柔らかいし、すごい柔らかいんですよ、シートが。で、あとはこう、ちょっと今昼間だから見づらいけど、オレンジとかね、色も変えられるんですよね。ここのライトが、ここにライトが入ってるんですよ、下に。ちょっと、あっち側が光ってるでしょ、オレンジにね。そういう感じです。で、あとは、この、なんかこの、感じもいいよね。まあ、今の現行だとすごいもうタッチパネルですごいこの辺も近未来っぽくなってんだけど、まあ、これはなんかこう、ちょっとヴィンテージな感じで、いいんすよね、この感じが。はい。そう。それでは外装を紹介しましょう。はい、ということで、これ、外装はこんな感じですね。ゆっくりこうやって見るとやっぱいいっすよね。めちゃめちゃ何が気に入ってるかって、やっぱこの W221 はこのライトのここが鋭いところ、尖ってる感じが、まあ俺もね、尖ってるから、まあそういう意味では尖り同士ってことでいいかなみたいな。あと本当にこれ金なんだよね。本当に金。ちょっと雨ね、もう洗車して速攻水さばになってますけど、もう金なんですよ。もう反射する金なんで、このラッピングがね、間違いなく、これすごい。あとホイールもね、ゆっくり見せたことがなかったんで、今日はね、ゆっくりホイール見せようかなと思います。これはカールソンの21インチですね。ちゃんとここに。そうだね、これ21って書いてますよね。28530R、21インチ、そういうことですね。で、まあ、みんなね、キャリパーも変えればって言われてるんですけど、まあ、とりあえずまあいいかなみたいな、そこまでそこまで俺はいいかなみたいな、まあ、とりあえずこんな感じかな。で、あとは、まあ、このホイールすごい気に入ってるのが、これカールソンなんですよね。カールソンだから、本来ならここロゴがカールソンのロゴになってるんだけど、ベンツに変わってるんですよね。それもなんかイケてんなっていう、俺の中では。あとはね、この221の好きなところは、テールのライト、テールのライトもすごい好きですね。前期だとここがなんつうの、三段構成的な感じになってるんだけど、このテールのライトも好きだし、あとはこっからのシルエットもすごい好き、ケツからので。マフラーはもう至ってノーマルですね。至ってノーマル。こうやってゆっくりね、今までね、このベンちゃん紹介したことないから、これベンちゃん気になってる方はこれいいんじゃない。あとこのベンツのエンブレムもいい感じだよね。こっからのね、ケツからのね、この感じがたまんないんですよ。そう。
この角度いいでしょ。あとグリルもすごいかっこいい、なんか俺的にはイケてるなって思うんですよ。このまた原稿ともまた違うから、まあ、原稿は原稿ですごくいいんだけど、この221のこのグリルもかなりいいですよ。そう、これはねこんな感じ、ちょっと動くんだよ、こんな感じでここまで動く、あ、もっと動くのか、ここまで動く。そう、これのネックレスかっこいいよね。あのバッドボーイレコード の, あのディディとかがねこれのネックレスしてたんですよね。あのちゃんとこう金とかで作ってね。でも大きさはこれぐらいだったかな。であとラッピングのね細かいところがここのエンジンのこのなんつーの温度をさあんま上がりすぎないようにこうなんつー蒸気とか出すようなこの場所も全部ラッピングしてるっていう、ちょっと水たまり、あのなんつー水滴がついちゃってるんでね、あれですけど、こんな感じかな。あとはそうだね、もう一回ちょっと遠目でお見せしましょうか。いや今日はあのベンチャン好きにはたまんないでしょ。これゆっくりこんだけ見せるのはないからね。ショーの YouTube でこんだけゆっくりベンちゃんだけを見せてるのはなかなかないからね。はい、こんな感じかな。あとこのライトとかも下までしっかりラッピングしてるからね。ライトとかもかっこいいよね。こんな感じかな。 あとは今日のじゃあ俺のファッションでも出しようか。はい、ということで今日 の, あの俺のファッションはこんな感じか。これアデダスのこれなんていうのスーパースターっていうのアデダス。これアデダスとか意外と履くからね、ノーマルのホワイトのスニーカーにこのパンツは、このパンツはね、アデダスと見せかけて、実は Y3。実は Y3 のパンツですね、これ。いくらぐらいかな ?500ドルぐらいだったと思う。意外と500ドル、400ドルか500ドル。だから5万ぐらい。5万か6万ぐらい。結構高いんですよ、このパンツも。で、この、インナーは S タイム、 S タイム東京。これはね、S タイムのネットショップでまだ各サイズ数個ずつ残ってるかな。であと今年ねこれめちゃめちゃ着てるんだけど、このリーバイスのこのヴィンテージの G ジャン、なんかリーバイスジャパンでこう一点物をねあの販売してた時期があったんですけど、今もやってるのもう多分ないか分かんないかもしれないんですけど、今年JG とかも来てましたね。このヴィンテージの、要は昔出したヴィンテージのあとは G ジャンを今年こうまたなんつうの、やばいんですよこれ。こんな感じでタグを付け替えてるんですよね。そう、これアメリカが出してる形で、昔の G ジャンの一点物が風強い倒れる一点物をもう一回こうタグを付け直してアメリカから発売してるっていう。これ形がめちゃめちゃ良くて、今の G ジャンってあの腕とかめちゃめちゃ細いんですよ。で丈が意外と長いんですけど、昔の G ジャンって丈が短くてここが短くて腕が長いみたいな、そういう感じなんですよね。だからこうパーカーの上とかにこうやって、あのパーカーがすごい俺好きなんで、パーカーの上に羽織れるものがすごい好きなんですけど、パーカーの上に羽織るって形では今年この G ジャン、リーバイスのあのヴィンテージの復活したこの G ジャン、これはもうめちゃめちゃ愛用してるですね。腕も通しやすくて、全部ボアかと思いきやここはボアなんだけど、腕の部分はボアじゃないから、なんつうのスベスベしてるから
すぐすあの腕袖がピッと入る、まあ、そんな感じかな。今日のショーのファッションチェックはこんな感じかな。なんか最近こんな感じの紹介あんまり俺の YouTube でやってないから、ちょっと今日はこんな感じで、はい。ベンチャ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 、ゆっくり紹介できたよ。いやだって言ったじゃないですか。だからいいじゃん、ちょっとぐらいは。全然だって金になってからさ、ね、ゴールドベンチャーになってから全然紹介できてないんだよ。ゴールドベンツなんてもう嫌だ。いや、そう言うなって。俺はもう少しさ、このゴールドベンツ楽しみたいんだ。めちゃめちゃ気に入ってるから。嫌だ、みんなが写真撮ってくんだもん、嫌だ。いやいや、あのさ、東京オリンピックもさ、延期になったの知ってる？ね、1年延期になったからさ、オリンピックに向けてゴールドにしたけど、まだまだゴールドでさ、東京オリンピック盛り上げようよ。うん、仕方ないな、ご主人様。オッケー、ありがとうね。はい、ということで、今日はね、今日のショーの YouTube は、ショーのゴールドベンツをね、まあ今日はゆっくり、こんな感じでね、紹介してみました。はい、ということで、今日のね、動画が、まあ、面白かった。って人はね、高評価と、あとチャンネル登録の方も、よろしくお願いします。ってことで、次回のね、ショーの YouTube チャンネルも、Don't miss it! See you next time! バイバイ。あ、そうそう。動画の終わりにね、ちゃんと合言葉っていうか、俺の言うセリフがあるとか言って最近やってなかったんで、今日はね、ぶちかましたいと思います。やっぱね、動画の終わりにはね、これをなるべく言おうと思います。それでは。やくぶつはやめろ、ほっほっほっ。 I like sushi.I like sushi. I like sushi. I like sushi. Sushi, sushi, sushi. I like sushi. I like sushi. Sushi, sushi, sushi. 冬には旬の寒ブリ、丸太のような寒ブリ、寿司と寿司の合間にガリを食べて OK。 ネタにわさびシャリ、サーモン食べたらガリ、しめ鯖食べたらガリ、生アジ食べたらガリ、あら汁聞いてるだし、世界の人々食べてる日本の寿司。